皆さんこんにちは、マリカです。よろしくお願いします。今日は、1月6日6日かな、約10日ぶりに家から外出ました。誰かのツイッター見てたんだけど、今カリフォルニアって5人に1人がコロナかかってんだって。やべえなと思って、絶対家から滅多なことがあるまで出るのやめようと思って、ずっと正月は家にこもりっぱなしでした。今日はちょっと滅多なことがあったんで、家出たんで久しぶりに買い物し放題、買い置きをして家に帰ろうと思います。ついでに、まあ、危ないことはね、一日に収めた方がいいからね。ということで皆さん、今日はマリカの新年初の買い物し放題動画、違う、買いだめし放題動画だっけ、買い置き動画をお楽しみください。ではまずはトレーダージョーズです。いっぱい買いました。アメリカはこのカートは自分の車まで持っていくことができます。カートを返す場所がパーキングにあります。はい、ということで皆さんこんにちは。トレーダージョーズでのお買い物が終わりました。なんかトレーダージョーズではいつも生鮮食品はそんな買わないですね。野菜の種類がそんなにないんだよね。でもこの時期って保存が効くお食事、冷凍食品って言うんだ、冷凍食品とかって結構買っといて損はないと思うんですよ。あんまり家から出たらいけないし、ステイホームオーダーとかで、だからそういう時はトレーダージョーズに行きます。トレーダージョーズの冷凍食品はすごい美味しくいただけるんで、普通のアメリカのスーパーとか日本のスーパーでもほとんど冷凍食品は買ったことがないんですけど、ここのはね、たまに外れはあるけど結構日本人の口に合って美味しくいただけるので、うん、買い置きします。ここでよく、そんな感じ。特に一番好きなのは、日本人の人に好まれるのはアメリカ在住のジャパニーズライスって書いたひじきが混じったチャーハンがあるんですけど、それ結構美味しいです。はい、次はターゲットに行ってトイレットペーパーとか生活用品を買って、普通のグロスリーストアに行ってお野菜とかを買ってから帰ろうと思います。ではトイレットペーパーが買えてハッピーでーす。お買い物の様子が途中で切れちゃっていたので、ショッピングの模様が途中までしかないんですけれども、とりあえずお家に帰ってきました。アメリカの人は多分興味ないかもしれないんですけども、日本人のサブスクライバーさんは結構、どんなものいつも買えるのとか、アメリカ人は何が売ってんのとか、そうやって質問をいただくので、買ってきた商品を紹介しようと思います。で、相変わらず、矯正みたいのしてるから、喋り方が変でごめんなさい。まずはこちら、スパークリングウォーターを買いました。普段はお茶か水を飲むんですけれども、ジュースとかがっつりしたものが飲みたいときに、気を紛らわすためにスパークリングウォーターを飲みます。ちょっとレモンがついてるんで、レモン味が、そんな感じで。今日はびっくりしたんですけども、トイレットペーパーは全然お店に出回るようになりました。でもまだ1人何個までですっていう張り紙がしてあるんで、タイミングが良かっただけなのかもしれないですね。ターゲットで他にも買ったものはこちらです。
これはお風呂のパイプユニッシュみたいなやつです。日本にいた時って本当に2年に1回とか1年に1回とかで全然良かった、むしろやらなくても良かったぐらいなんですけれども、アメリカね、やっぱ水回りが弱いせいか、ほんと1ヶ月に1回ぐらいこれやらないと髪の毛、しかもすごいロン毛だから詰まります、お風呂が。ということでこちら電動歯ブラシの歯の部分、ブラシの部分ですねの取り替えです。お皿も洗剤、うちから一番近い日用品が買えるところって99セントストアなんですね。日本でいうダイソーみたいな感じ。ダイソーは自社製品を置いてあるじゃないですか。でもアメリカの99セントストアっていうのはいろんなお店のアウトレット商品とかお日切れになったものが回ってくるんで、いい商品もあればクソみたいな商品もあるんですね。前回普通のお店に行くのがめんどくさくて、一番近い99セットストアでお皿洗う洗剤を買ってしまって、見事にクソみたいな商品に当たってしまったんで、あーもう1回につきこんくらい使わないと洗剤がゆるいゆるいゆるいって水っぽい感じで全然洗ってる気にならないんで、これを買いました。とうとう卵、こちらはトレーダージョーズさんです。アメリカに皆さん来た時は日本みたいに卵を信頼しないでください。まずは生で食べたらお腹ほとんどの人が壊す。日本人は結構卵生で食べるじゃないですか。あとは売ってるやつも一回お店でこうやって開いて割れてんのとか結構あるんで、割れてないかチェックしてレジに向かってください。普段はお茶は自分で作る派なんですけれども、急いでる時、出かける前急いでる時にこれを冷蔵庫から取ってカバンに突っ込んでいくとか、まあ、水筒、普段はね自分で作って水筒に入れていくのね。結構アメリカ人ってそうなんですけど、日本ってさやっぱ自販機が充実してるし、全然美味しいお茶とかその辺で買えると思うんですけども、アメリカって車文化だし、特に今の時期はカフェとかレストランとかほとんど閉まっているんで、喉が渇いても買えないんで、あとは普通にコンビニとかで買えばいいよじゃんって思うかもしれないけど、日本みたいにお茶とかコンビニでほとんど売ってないし、売ってるとしても余ったるお茶なんで、お茶の心配はとにかくします。一日下手したらさ、だからソーダしか売ってない場所ばっかりだからさ、ソーダ飲めないし。お気に入りのおせんべいです。本当はねそんなお気に入りじゃないかもしれないんですけど、アメリカに住んでるから一番手に入りやすい品物の中でのお気に入りって感じ。結構みんな使ってるホホバオイルです。これ結構日本の YouTuber の方とか紹介の見てると、ジョジョバオイルとか言ってる人いるけど、ホホバオイルですね。ホホバオイルは髪にも肌にも何にでも使えてすごくいいです。すごくいい。なんかこれ前に多分ファンの方からいただいて美味しかったんでまた買いました。編集の合間とかにパクって食べて太るってことだよね。てんてんで、こちらはテンコちゃんです。なんでテンいつもカメラの前だと冷たいの？カメラの前じゃないとテンはほんと冷たくなくて、ママっ子なのにカメラの前だと冷たい。手作りっていうか、まあほとんどもう粉が入ってるからもう混ぜればいいだけみたいな感じだと思うんですけども、ブラウニーです。普段お菓子たまに作るけど、そういう時はゼロから作ったりもするんですけども、今ってロックダウン中じゃないですか、だからなんか動画のネタとかにもなるかなと思って買いました。美味しければいいな。マリカの車の中に落っこってたメロンソーダなんだけど、多分クリスの仕業。こういうのマリカ飲まないから分かんないんだけど、クリスが日系のストアとかで前回買って人の車に忘れてったんだと思う。バターでしょ、バターでかいでしょ、こんなよ。 454g だってさ。これはなんか面白いなと思って買ったんですけど、ビビンバの冷凍食品です。美味しいかわからない。最近飲んでるオートミルクです。オートミルクが一周回ってなんだかんだ言って一番美味しいなと思った。ミルクは飲めないんですよ普通の。しかもミルクって最近体に悪いみたいな話聞くじゃないですか。でソイミルクに変えたんですけど、ソイミルクは女性ホルモン、イソフラボンが多すぎるっていうことで、それ多すぎてガンになった体質なんで控えてます。オートじゃないね、アーモンドミルク次に流行ったじゃないですか。でアーモンドミルクでも良かったんだけど、これがすごいコクがあってコーヒーに混ぜると美味しかった。
ベーコンでしょ。トレジョムベーコンは美味しいっていう有名ですね。冷凍のブロッコリーとほうれん草です。本当はこれプラス生鮮食品も買ってきたかったんですけれども、車から部屋までクリスなしでこんなに運べねえなと思って、今日はこのくらいでよしとするかと思いました。だからこんな感じでございます。はい、今日の動画もこれで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知とオンにして、コメントの方もよろしくお願いします。それでは。君に